ニューストピックスです。金沢工業大学から生まれたベンチャー企業が炭素繊維複合材料の開発をワンストップで支援する国内初の企業向けサービスを始めました。金沢工大の革新複合材料研究開発センター、通称 ICC と連携して、複合材料の研究から試作、評価、量産化までを一貫してサポートします。今回はこの話題について経済部の廣田記者に聞きます。廣田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず金沢工大初のベンチャー企業とはどういったものか教えてください。はい、金沢工大の職員で ICC のビジョン戦略チームでリーダーの斉藤義弘さんが2017年に設立しました。企業名は ICEM と言います。はい、大学の職員が立ち上げた会社なんですね。はい、ではどういった新事業を行うんでしょうか。はい、ICEM は4月に ICC と包括的協力協定を結び、 ICC が所有する設備を使って炭素繊維複合材料製品の試作や製造販売を手掛けます。はい、複合材の研究や技術開発については ICC が、商品化や事業化といった収益事業については ICEM が支援することで、企業は一貫したサービスを受けられるようになります。なるほど。企業は製品開発の入り口から出口までサポートを受けられるというわけですね。はい、ICEM は6月、繊維などの専門商社 GSI クレオスから出資を受け、新事業を本格的に始める準備を整えました。はい、ICC と ICEM の研究開発機能に GSI クレオスの商社機能を掛け合わせることで、幅広く企業ニーズに対応できるようになります。うん、ところで炭素繊維複合材料の需要っていうのは高まっているんでしょうか。はい、炭素繊維複合材料というのは炭素繊維に樹脂を含ませた構造材料で、軽くて強度が高いのが特徴です。はい、物の軽量化や大型化に欠かせない材料として、現在航空機や自動車、風力発電の羽、ドローンなどへの利用が拡大しています。なるほど。日本での生産はどうなってますか。はい、炭素繊維の生産量は日本企業が世界市場の6割を占めていますが、それを使ったものづくりの分野では1割以下となっているそうです。設計が難しくて開発コストが高いことなどが国内普及を遅らせている原因と言われています。今回の ICEM などのサービスによって開発コストを抑えることが可能となりました。日本企業が複合材料の分野で大きく成長することを期待したいですね。そうですね。はい、廣田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。